土佐酒アドバイザーは高知の地酒、土佐酒の知識や利き酒の能力を身につけ、日本酒文化の普及につなげようと県酒造組合が認定しています。認定は1992年から始まり、参加者は座学や利き酒の実習など9回の研修を経て試験に臨み、合格するとアドバイザーに認定されます。20回目を迎えた今回は新たに22人が認定され、県酒造組合の竹村明彦理事長から認定証書が手渡されました。お酒の魅力、高知の夜の街の魅力を若い方たちに伝えていければいいなって思って、お酒の勉強も始めたところです。海外の方にも来てもらってお酒を広めていけたらいいなと思って。これで土佐酒アドバイザーは536人となり、県酒造組合は土佐酒の良さを多くの人に伝え、普及につなげていきたいとしています。